8月25日木曜日の朝。今日は昼からお化け屋敷の会議。昨日調べたことが役に立てばいいけど。ということで、皆さんこんにちは、ユリアと申します。ではでは、前回好感度が少々下がって、まあすっきりした終わり方ではありませんでしたが、今後そのようなことがないように頑張っていきます。それではね、会場へ行くとしましょうか。イブ君は、イブ君、俺に何か用？大したことじゃないよ、ちょっと話さない？ああ、もう学園祭の話題でいっかな。もうこう、前回このおしゃれやっちゃって下がっちゃったから、もうおしゃれの話はしないようにして、学園祭の話題で初心に帰って話を進めようと思います。順調に進んでるかな？ああ、進んでるよ。その調子で頑張ってね。わかった。それじゃ、なんだこれ、この会話は。私、イブ君の立場だったらさ、こいつそんなことを言うために俺に話しかけたのかって思いそう。で、神尾くんのところは、なんだろう、ここでワンマンライブでもやってんのかな、神尾くんは。神尾くん。ああ、うん、あ、飛ばしちゃった。名前覚えてないのねまあいいわ、今回はちょっとこの人攻略じゃないから名前は覚えてもらわなくても結構です。悪い、ちょっと行くところがあるんで。わかった、またね。さ、お化け屋敷の会議に急ごっと。さて、あれから何か思いついたものはいるか？安心させてから脅かすのが効果があるって聞いたっすよ。ああ、フェイントだな。なるほど。脅かすときは後ろから脅かさないと、お客さんが前に進まなくなるらしいですよ。まあ、前から脅かしてね、スタート地点に戻ったりしたらそれこそ迷惑だからね。だろうな。人によっては反撃してくるやつもいるかもしれんし、気をつけないとな。怖いわそれ。あれかな、マスクプレイみたいに、なんか着ぐるみかぶって攻撃をしてくる子供みたいなやつかな。効果音は、うん、あ、飛ばしちゃった。頭のセットでも作れば効果がありそうだな。お寺の鐘、お寺の鐘ってそんなあれかな、普通にさ、なんか風の音とかでいい気がするけど。あとはすすり泣く女性の声、それはもう主人公がやります。ドライアイスやブラックライトも使えると思いますよ。まあドライアイスは必要だよね。そうだな、手配はできるか？大丈夫だと思いますよ。今回必要なものを委員会に行っていただければ OK です。資金のことは気にしなくてもいいそうですよ。なんて言ったって跡部財閥と榊財閥ですから。え、そうなのか。金は売るほどあるらしいっすよ。嫌味だな。どうせ評定の跡部が出すんだろう。俺たちのお化け屋敷はそれほど金をかけなくてもできるだろう。要はアイディア次第だ。いいですか？
なんだろう、なんか提案するって朝言ってたけど。ああいいぞ、なんだ。廃墟になった病院のセットなんてどうでしょうか。廃墟は怖いな。戦慄迷宮みたいなやつかな。戦慄迷宮って病院だっけ。私行ったことないので分かりませんが。ほほう、それはなかなかいいアイディアだな。リアルに怖そう。ところどころに血のシミがこびりついてたり。うん、確かに壁とかね、手の跡とかつけたり。何か出そうな雰囲気はあるよな。病院の消毒液の匂いって人を不安にさせるんだよね。なんでそこだけなんかちびまる子みたいなさ、なんかガーみたいな、そんなものがかかってるけど。よし、セットの一部はそれでいこう。あとは墓場のセットと他にはあるか。普通の薄暗い道って結構怖くないっすか。ああ日常的な恐怖ですね。確かに街灯が薄暗いとすごい怖いことあります。そこにポツンと人が立ってると怖くない。もうこのイブ君はこれ担当なの。もう野口さんじゃん。まあ、野口さんもこんな毎回こんなじゃないけど、それは確かに怖いかも。いいなそれも。では病院、墓場、普通の夜道、この3つを基本にセットを作ろう。うん、もう鬼太郎ですね。ゲゲゲの鬼太郎だ。病院のセットに必要なものはレンタルでなんとかなると思います。あとマネキンも欲しいですね。病院か、ここはもうさ、アトベ財閥が病院やってるかわかんないけど、病院のことは押したり先輩のいとこに聞けばなんかくれるんじゃないの。まあマネキンはいいな。たまに夜中にゴミ捨て場に捨ててあるのを見るとびっくりするし。あんたどこに住んでんの。え、あなたの家ってブティックのそばなんですか。あと日本人形、髪の伸びるやつ。あー確かにそれも怖いかも。いや髪は伸びなくていいって。そういうのは手配できるのか。髪が伸びる日本人形の手配は難しいと思いますけど。あ、やっぱりさすがに無理だよね。いやそうじゃなくて、普通の日本人形でいいんだが。あーそれでしたら。置いている間に髪が伸びたりして。怖いよ、そんなオカルト現象いらないから。もうやめてよ。悪かった、私が悪かったから。今日はあまり口が回らない、親知らずのせいかな。最近ですね、上の両側にね親知らずが生えてきたんですよ。違和感でしょうがない。気になって気になってしょうがない。抜いた方がいいんですかね親知らずって。しかもなんか右側痛いし。イブくん親知らずの話しよう。あ、中学生は親知らず生えないか。イブくん。何？あ、別に用事じゃないんだけど、見かけだから声をかけただけ。なんだ、暇なんだな。まあ暇ですよ。今はね、さっき仕事も片付いたし。ねえちょっとお話ししない。別にいいけど。イブくんよく独り言言ってるけど、どうしてなんかいろいろ考えちゃってんの。別にそうじゃない。だいたいお前に関係ないじゃないか。でもね、なんか悩んでることがあるからいろいろ考えちゃうのかなって思ってちょっと心配になったの。心配？なんでお前が俺を、
俺ってそんなにヤワに見えるわけ？それとも相談できる友達がいないと思ってるの？俺だって悩みがあれば相談できる友達が一人や二人いるしさ。じゃあ悩みはないの？ないって言ってるじゃん。その時思ったことが口から出てるだけだ。そうなんだけど、俺の場合独り言じゃなくてぼやきって言われるんだよな。どっちでもいいけど。みぶくんって正直っていうか素直なんだね。は？だって思ったことをすぐに口に出すのって怖くない？いや全然。お前怖いの？あんた怖いもの知らずね。私は全部心の中で思って喋っているんですけれども、それがたまに声に出しちゃうことがあります。あと目つきとかですね。自分の言葉に責任を持てないっていうか、もし相手を傷つけちゃったらって考えちゃう。めんどくさい性格。そうかな、普通だと思うけど。でも私、イブくんがちょっと羨ましい。なんだよそれ。気にしないで。これはどうなんだろうね。私こういう人に会ったことないや、リアルで。そういう人に会った場合はどう対処すればいいんだろう。橘さんもワンマンライブですか？橘先輩、今いいですか？どうした？うちの奴らが何かしたか？神尾くんにね、名前を覚えてもらえてないの。あとね、イブくんが自分を責め続けているの。皆さんよくしてくれると思いますよ。そうか。少しお話でもって思ったんです。ああ、わかった。先輩、暗幕と板の必要数の確認をお願いできますか？ああ、暗幕をもう少し増やさないか。まだ余裕があったと思いますので追加で申請しておきます。あと板は大丈夫ですか？ああ、それは問題ない。暗幕の件、頼んだぞ。わかりました。あ、もう話す回数1回になっちゃった。やっぱ人数、攻略する人数が少ないと早めに数が減っちゃうんですね。イブくん。俺に何か用？ちょっと話さない？ああ。どうしよう、何話せばいいんだろう。本話したっけ？本は本行ってみよう。はあ、あ、運営員だから仕方ないか。聞いてやらないと。忙しそうね。ごめんね、同じこと何回も聞いて。やばいな、今回イブくん攻略できる自信がなくなってきた。すごいお化け屋敷になりそう。怖いやら楽しみやら、イブくんを攻略できるかどうやら。これはもう早めに寝てイブくんの好感度を上げなければ。今日からお化け屋敷のセットの作成ね、頑張ろう。橘先輩、おはようございます。
おはよう。私は立花先輩じゃなくてイブ君をあげたいんですよ。話す回数も2回に増えちゃったし、もうここは失敗できないな。もうなんかイベントがあってくれればいいんだけど。あ、イブ君、お祓い無事に終わってよかったね。お祓いやったんだ。無事？果たしてそうかな。え、さっき聞いた話だと、最近この施設でいろいろ妙な出来事が起こってるらしい。何？ポルターガイストとか？ドッペルゲンガーとか？誰もいない部屋のモニターが一人でについたり、無人のトイレに人影があったり。嘘。嘘じゃない。目撃者もたくさんいる。その目撃者日吉くんとかかな。日吉くんもオカルトとか好きだし。でもたとえそんなのがあってもお祓いしたんだし。大丈夫だと思う。だってそのためのお祓いだし。だったら確認してみる。でも一番簡単なのがあるから。どんなの？段の数が増える階段。それって12だった階段が13段になってるとかっていうあれ？そう、それ。やっぱそういうのはゲーム、原作、ドラマ全部共通なんですね。なんだっけ、ハイスクールミステリーじゃなくてなんだっけ、学園七不思議かな。高校生が、高校が舞台のそういう怪談系でね、あれは私今まで見た怪談アニメの中ですごい怖かった。そこにもね、13怪談っていうのがあったんですよ。どこの怪談？本館東側。あ、でもそういうのって普通夜じゃないとダメだよね。あー、残念。確認したかったんだけどな。大丈夫、昼でも起きるから。昼でも起きるっておかしくない？そんなに確認したかったんなら今から行こう。ちょっと待って、イブ君置いてかないで。怖っ、何これ。もう地下室じゃないのこれ。ここの階段？そう。これ外せないかな。怖っ、これだと。もうイブ君が幽霊に見えてしょうがないんだけど。12段が13段になるのってどういうタイミングでなんの？知らない。なんだ、じゃあ確認のしようがないね。残念。でも俺がさっき確認した時は12段だった。そう。人によって変わるらしい。それもさ、踏み方とか歩き方とか登り方じゃないの？まさか13段になる人が呪われるとかそういうの？そこまでは知らない。なんだか怪しげな話よね。いいわよ、数えてみるから。強気だね、主人公も。てかイブ君もさ、ちゃんとそういう細かいところまで調べてから行こうよ。気をつけて。気をつけます。わかってる。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 今何時だっけ？10時だけど。ありがとう。11、12。どうかしたのか？13段目があるんだけど。どうしたらいいかな。もう一度数えてみれば。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。
12段、うっそ。私、お家を思い出したから。それじゃあ、あ、逃げた。本気で気づいてないのか、面白いやつ。13段の話題、私これ知ってるな。これ落語とかでよくあるやつだよね。そんな古典的なものに引っかかるんだ。イブ君嫉妬しないよね。イブ君嫉妬しませんね。あ、神尾くん。ん？あー、名前覚えてくれたんだ。やっぱ橘さんに言ったのが正解だったんだね。今大丈夫かな？あー、大丈夫。何？ね、あんちゃんの話したいんだけどさ。じゃ、テニスの話題であんちゃんの話出てこない？テニス部って神尾くんたちと橘先輩だけなんだね。そうだな。後輩いなくて寂しくない？寂しくないさ。俺たちのテニスをやっていくためには練習をし、その結果を出さないとな。だから寂しがってる暇はないしさ。そうなんだ、頑張ってね。あ、それにあんちゃんがいるからなとか思ってんでしょ。寂しくないさ。でもな、俺にはあんちゃんがいるんだって言うよ。見取り図も大体できたし、いよいよお化け屋敷作りね。必要な資材は大体揃ったようだな。はい、作成中に必要なものが出ればその都度。その都度都合しますか。おおよその見取り図はこんな感じだ。道路、病院、墓場の順番だな。なんだかグネグネしてますね。できるだけ見通しが悪い方が不安感をかきたてられるから。まあカクカクしてるよりかはマシかな。隠れる場所も必要だしな。ああ、キャストがか。客が隠れる場所かと思った。なるほど。道路はどんな感じにします？ベニヤ板と暗幕で塀を作り、電柱と薄暗い街灯を立てる。電柱は発泡スチロール製でちょうどいいものが見つかりました。街灯も中古のものがあります。じゃ、まず道路を作っちまおうぜ。怖っ、本格的だね。こんな感じか。照明を落としてみてくれ。街灯が明るすぎますね。街灯は高度を下げて点滅する仕掛けにするか。そこの街灯の下にマネキン立てておいたら。ああ、いい感じだな。白衣でも着せてやれば雰囲気が出そうだ。少し血のりをつけてね。リモコンで首が動く仕掛けってできますかね？ああ、可能だ。道具さえあればな。もうリアルにだんだん近づけてるね。本当に戦慄迷宮みたいにしちゃう？リモコンですか。多目的のものが確かあったはずです。モーターも倉庫にありました。ならば簡単に作れるな。後で試してみるか。ここは入り口に近いですから、あんまり客を足止めしたくないですね。客が通り過ぎた後にリモコンで人形を動かしてやれば驚いて先に進むだろう。その人形を歩いてきたらいいのにね。いくつかお客さんが立ち止まるスポットを用意した方がいいですね。ああ、何か目を引くものを置いてな。お客がそこに注目している間に後ろから脅かすわけですね。何をするの？
じゃあもうテニス部のさ、なんか相関図的なものでも作ろうよ。それ貼っといてさ、お客に見せてそこを後ろから脅かす作戦で。そういうことだ。日本人形でも置いておくか。あ、日本人形が持ってるっていう体でね。それだけでも怖そうですね。あー、お昼か。あー、でも時間がそろそろなので今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。お化け屋敷はどのように進んでいくんでしょうか。乞うご期待です。